はい、こんにちは。僕監督と申します。イフトボールウィークレチャンピオンズカッツ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、ネードベトの詳細がね、明かされました。レジェンド2024、パベルネードベトですね。まあ、いつもはね、イベントスバージョンとかで来てたんですけれども、まあ、去年からかな、ラスティオバージョンで来るようになりました。はい、まあね、考えましたね。イベントスはもうライセンスがないですからね。で、ピッチを駆け巡る中盤の支配者、パベル・ネドベド登場ということで、グレードは110、カスタムセンスはミドルシューターということで、ちょっとシュートにね、特化したような感じにはなってますね。セクトスキルは2種、ロケットシューター、これが、ライジングシュートの上位ランクスキル。そして、ガソリンタンク、まあ、どっちかが選べるということで、まあ、どっちの方がいいんやろな。一応もう一個こちらね、普通のスキルの方を見ます。チェコの大砲2、1から2になりました。で、破壊的な威力の弾丸シュートで相手ゴールを脅かす。そしてですね、もう一個がリトルベア、不屈の闘志でボールホルダーにプレッシャーをかけ続ける。で、チェコの大砲2は異次元シュート、チェコの大砲の、上位ランクスキル、まあ、もう去年のね、チェコの大砲よりもさらに強いぞと。で、リトルベアは、オフェンスブレイク、そして地上最高の第7もの、上位ランクスキルとなりますということで、まあこれいいっすよね。どっちつけるやろな。でもシュート、ロケットシューター、ライジングシュートの上位スキルやからな、そんなになんか強くなさそうな感じやねんけれども、まあオフェンシブミッドフィルダーできるだけ高い位置で使ってロケットシューターつけるのもいいし、ガソリンタンクつけてね、まあ、チェイス系2つにするのもちょっと面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。そしてこちらが、エクストラバージョンですね。まあ、エクストラバージョンはどうでもいいんですけれども、で、これがライジングスタジアムの今回の上位報酬ということで、まあ、10% ぐらいは狙えんことはないかなという気がするんですけれどもね、ただ 10% もね、結構厳しいんですよね。で、メインの方のネドベド事情を、確認してきたところ、ちょっとね、こんな感じで、ネドベドね、あんまりね、いけてないんですよね。で、しかもね、メインに関しては、とりあえず2桁にも行ってないんで、1つものね、プレイメーカーが持ってないんですよ。プレメが持ってないんで、今回ちょっとイベント回るのはかなり厳しそうだなと思ってます。なので、ちょっと今回のイベントもメインはスルーしてサブの方で引こうかなと思います。サブはね、ネドベド事情というかネドベド一人もなかったんですけれども、まあ、ちょっと道中とかに出てくるネドベドを拾って、エクストラのネドベド拾って、そこで、なんだ、グローリーつけていいセンスがつけばっていう感じで見ようかなと思います。まあ、途中でその、エクストラ出た段階であんまりいいセンスつかなかったらもうちょっと追うのやめてもいいかなっていうふうにも思いますね。はい。ということで。で、今回はこのガチャ券を引いて、とりあえずね、プレイメーカーのどれかね、欲しいなっていうね、ところですね。特攻カードが欲しい。さあ、ということで、いきましょう。まずは星5確定ガチャ、これ2個しかないな。あ、3つか。3つあって、で、ナショナル確定が2個ですね。はい、金旗引けました。さあ、引けるかどうか。で、この前手に入れた、誰だ、ちょっと待ってね、これさっき見よう。さあ、そして2回、2連目が110。おー、来た、これ。誰やこれ。あ、なんか見たな、これ。見たことあるけれども、多分打ってるわ、普通に。さあ、そして111のまんまが、ルカク。OK、まあちょっとおあつらい向きにね、特攻1枚手に入れることができました。これ誰なん、キニューネスね。はい、クラブアメリカ。これまで知らんな。どうしようかな。ルカク売る？で、ロドリコ・デパウルも、前回手に入れた。さあ、ちょっとね、途中で音声やっぱりバグってて調子悪いして最近ね、パスカル・グロス、これも特攻カードを手に入れることができました。さあ、それではね、いいセンスがつきそうです。デパウル行きましょう。さあ、パスセンスつけよ。来た。おー、顔面来ましたね。どんな感じだったっけ、デパウルって。パス選ぶ、あ、でも絶対選ぶ、あ、絶対選べへんわ。微妙やな、これ。でも、アーチパス選ぶか、せっかく顔面ついてるし。ね。OK。まあ、シュートもつけたいな、せっかくやから。こっちも行こう。行きます。さあ。二つ目のセンスは、
まあでもあと2回はしくれんねんな。できれば、お、結構いいぞ。調子いい、調子いい。ドリブルつくか。パスついたらもう絶対パスやな。あー、ダメか、シュートの C。シュートの C は意味がない。できればアディショナルセンスも1個ぐらいつけたいな。ついにサブアカもね、動き始めましたよ、これ。さあ、どうよ。テンスルーレット。どうなる？あかん。OK、次は同一選手を重ねるので、比較的、体感ですけれども、まあ、いいセンスがつくんじゃないかなと思います。さあ、行きましょう。まあ、上限レベルを上げれるんでね、これでね。さあ、どうだ。でも今回のこのプレイメーカーのカード自体はかっこいいよな、このね、水がね、跳ねてる感じ。マジでなんか、水しぶきをまとってるっていうのかな。さあ、シュート系のやつ回ってない。お、また最終まで行った。やっぱね、同一の星5を重ねると、マジでいいんすよ、これね。んー、だが、EP30% アップの B。あれ？あ、こんな状態やったん、今。なんかついてましたね。全パラメータ 5% アップみたいな。OK。これはでも嬉しいな、普通に。サブではちょっとこれ、レギュラー入りできるな、マジで。スタメンダッシュするよ。116やしな、グレードも。おい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 、サブアクは強くなってきた。さあ、ボーナスセンスも解放した。ただ EP50% アップっていうのがね、ちょっと微妙なところですけどね。さあ、最終までいけよ。パスでいいからついてほしい、もう金。お、来た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 。来たよ。さあ、どうなる？アイフルー、来た、テクニック。OK! アディショナルセンスもついた。どうよ、どうよ。来たか？おー、いいやん！フィット CMF。完璧や。全パラメータ 10% アップ。これは絶対つけましょう。EP30% アップよりも、これパラメーターでいくか。ね、パラメータ系で、はい、攻めたいと思います。さあ、こんな感じになりました。いや、いいね、デパール。完成したよ。OK。ということで、デパールどうする？どうする、デパール。あれ？違うね。こっちやね。はい。限界突破で、マックスにしときます。で、これ、特攻値いくかな？はい。で、これ、後で、レベルもね、上げときます。特攻これ1万いったっぽいな。サブで回れそうです。さあ、ということで、ちょっとね、見てみますか？さて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 、ライジングイベント。今、この状態で回ってるって感じです。おお、1万5000いってるやん。いいね、8300。だからデパールだけで別に良かったかもしれんな。まあ、こういう上限上げれる選手が出てきてくれたら、イベント回りやすいんやろね。はい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 。なるほど。ということで、まあ、楽勝でね、まあ、ネドベド手に入れたらいいんですけれども、こういうね、やっぱランキングイベント系って、やっぱほんまに厳しいんで、辛い、まあ、辛い6日間、過ごさなきゃいけないんですけれども、まあ、本当にこれちょっとね、回復アイテムとか使いながら、回れきれたら、ネドベドね、開封動画上げれたらいいかなと思いますんで、またね、ご視聴お願いします。では、今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。